真ん中に行けば痛いです。痛いですよ、ごめんなさい。あとちょっとです。こんにちは。こんにちは。ノマド的節約術の松本です。アシスタントの佐賀谷です。よろしくお願いします。お願いします。以前の動画で、はい、松本さんの脱毛の話を聞いたじゃないですか。はい、で、あの時の動画の最後に、うん、佐賀谷一回体験してみますかっていう、まあ、振りがあって、はい、実際に行ってきました。おメンズリゼ心斎橋店に、はいはい、取材させていただくことができまして、はいはい、ちょっと具体的にどうやったかっていうのはこれからの VTR で見ていただければと思うんですけど、そうですね、もう本当にね、面白かったな。いや本当にもうね、ちょっと本当いろいろ晒してるんでまあそんな感じでちょっとロケに行ってきたので、ぜひ皆さん実際のクリニックの、まあ、様子などをちょっと見ていただけたらと思います。ぜひ見ていただきたいですね。はい、じゃあ佐賀谷の、脱毛体験果たしてどうなったのでしょうか。どうなったでしょうか。こんにちは、松本です。佐賀谷です。今日は脱毛のクリニックメンズリゼに来ました。脱毛の施術を実際に体験しようということで、はい、ちょっとひげ濃い目なんで、はい、ちょっとドキドキしてます。ドキドキします。どうなる人のするとこ見えるのって初めてだったというわけで行きましょう。かけました。じゃあこれをあっちに受け付けに持っていきます。します。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。毛穴の構造なんですけども、毛穴の一番底にあるのが幹細胞って言って発毛してた細胞です、はい。一番上にバルチ上液って言って幹細胞を作る場所なんですね。はい、でレーザー照射してすぐに悪効果になって、はい、大体2、3週間経ってから毛穴が少し盛り上がって、で毛がプロッと抜けた感じです。あとレーザー照射ができない部位。はい、色の濃いほくろとか、あと大きなシミ、あとタトゥーなる部分とか、あと顔の場合だったら目の下にシミとかツボカスができやすいんですけども、シミツボカスは手で打てるんですけども、はい、肝斑っていって目の下にできる左右対称性の薄箇所のシミ、はい、それに対してはレーザーを打つとどん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 悪化してしまうんで、それに対しては打てないです。当院では照射による腹トラブルに対しては無料で保証いたします、はい。でレーザー照射すると日焼けの後のような赤みとかヒリヒリ感とかむくみを生じます。それはだいたい当日から2日ぐらいでまあ収まってくるんですけども、照射後に症状が強いときは炎症での外用薬を塗るんですけども、はい、それと同じ塗り薬を帰って無料で渡しますので、もしくはうちに帰られて症状があるときはそれを使っていただいて、はい、あんまり顔なんかいや悪化してるかなって思うときは遠慮なく言ってもらったら無料で診察してもらいますので、はい、おっしゃってください。1ヶ月以内に毛を抜かれたとかそういうのはないでしょうか。首ラインに入ってる毛を抜きました抜きました。それは数日前に数日前に、はい、実はそういうのってまずいですか。毛を剃った状態だとこんな感じなんですね、はい。だからレーザーを打っていって毛穴があるぞってのでこうレーザー反応するんですけども、毛を抜いちゃったらこんな状態に残ってるんで、レーザーを打っていっても毛穴がないなっていうんでこう取り過ぎてスルーしてしまうんで、はいはい、1回分その分のあれが無駄になっちゃうって感じ。しょこと毛は抜かないでくださいっていうのはそういうこと。あ、そうなんですね。じゃあ自分でこうやってピンセットとかで抜くのって脱毛を受けることを考えるとあんまり良くないんですね。全然良くないですね。今回なんですけれども、はい、ヒゲの脱毛をしたいということで伺っておりました、はいはい。ヒゲの脱毛をと4つの部位に分けておりまして、はい、と部位としては鼻下の部分と、はい、あと顎と頬と顎下の4箇所に分かれております、はい。でこの4箇所とも全てをやりたいということでしたら、はい、ヒゲ全体脱毛セット、うん、でこの4つの中から3つだけでいいということでしたら、はい、こちらのセレクトヒゲ脱毛3部位というふうに分かれております、はい。今回なんですけれども、はい、もうヒゲは全部やりたいという感じですかね。あ、顎下は濃くないんで別にあれだと思うんですけど、分かりました。やりたいのは鼻下と頬と、はい、顎、はい、
そうですね、痛みの程度としましては、はい、なんかこうネットとかで書いてるようにこう輪ゴムでパチンって弾かれたような、まあ、痛みだということで書いてはいるんですけれども、はい、毎回こうチクチクっていう感じですか。そうですね、そんな感じになるかと思います、はい、麻酔を使ってご案内することができます、はい、で麻酔を塗っていただくと実際に肌のこう感覚が鈍くなってくるので、はい、まあ、痛みを緩和することができますし、はい、ではすみません、看護師の方からはちょっとお声掛けですね、はい、ワンショットずつパチンパチンって打っていく機会になるので、はい、その時にちょっとまあお声掛けをさせていただいたりだとか、はい、あとは照射中にあのご自身のペースに合わせてゆっくりこう休憩挟みながらとか照射することもできます、はいはい、ちょっとこういうふうに回数を重ねていただくことでどん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 、まあ、あのヒゲの量が少なくなって細くなっていってっていうふうになります。大体、はいはい、5回の照射でいつもこう朝ケアしていただいているのが、まあ、だいぶ楽ちんになるかなというところまでは持っていけるかと思います、はい、保証の部分なんですけれども2つございます、はい、一つ目がレーザー照射をすることで逆に濃い毛が生えてきてしまったり毛が増えてしまったりってこういうリスクがあると先生の方からあったと思います、はいはい、5回照射が終わりましたらまた半年以内の間に一度診察に来ていただきます。でその時先生の方からこういう毛が濃くなっている増えているっていうことが診断下りましたらその日からさらに1年間保証付けさせていただきます。でこの1年間のうちにおよそ2回から3回またあのレーザーを受けていただけるというものになってます。で確認してこれは内漏れだなということが分かりましたら、はい、塊の部分のみを再度無料で照射をさせていただきます、うん、レーザー照射をまあ受けていただいて何か返金というわけではないんですけれども、うん、あの最後まできっちり、うん、あの状態を見させていただくということで保証はつけております、うん、クレジットカード払いか、はい、あとデビットカード払い、医療ローンを使ったものというふうに分かれております。いやもうこれは男は黙ってクレジットカード1回払いじゃないですか。ポイント貯まりますし、ポイント貯まりますね。やっぱ還元率高いカードでクレジットカード1回払いが一番、ね、そうですね。お得な情報としましては、はい、エステ乗り換えキャンペーンっていうのがございまして、何かこう今まで脱毛の、まあ、エステに行ってたとかクリニックに行ってたっていう、はい、証明書というか、はい、こう診察券だったり会員証っていうのを見せていただければあのこちらの提示している価格から 10% オフした金額を提供させてはいただくというところですね。でかい。エステに行っててであまり効果がなかったからやっぱり医療レーザーに切り替えようかなというところでいろいろ探してたら、まあ、そういうお得なプランがあったから来ましたという方は多いですね。取材の手で来たつもりが純粋にカウンセリング受けてる感じがそうですね、僕も勉強になりました、はい、すごいなんかあの説明が丁寧やって丁寧でした、ね、どんなことを教えてくれたんですかね、うんうん、ちょっとあ契約しちゃう急ぎなんですね確かに確かにでもいいなと思います普通に聞いててはい、ありがとうございます。はい、これをここにつけて、ね、指この辺に塗ってます。あ、ここに。そうですね。はい、このクリーム、まあ、エムラクリージャーやってるじゃん。これを塗って1時間くらいすると普通にあの痛みが全然なくなるらしいです。こんな感じ。いい絵ですね。なんかどんな感じ？スースーしたら。いや、なんも。ちょっと冷たい。あ、そうなんですか。なんか細く。呼吸ができる範囲で。こんな感じ。そうです、そうです。はい、素晴らしいです。こっちで。振動するのを待つ。そうですね、振動するのを待ちます。大丈夫。はい、いけるかもしれないし、はい、いけないかもしれないですけど。それぐらい個人差意外とあ個人差がありますね。聞く人は聞きます。なるほど。聞かない人は何を探してしまうかもしれない。じゃあとりあえずこの状態で今から1時間待ちます。エアブレーザーっていう冷却ガスが出る機械なんですけど、はい、ちょっと音が大きいので一旦ちょっと音を出してみてもらいます。はい。うわ今のは冷たいガスなんでここから冷たいガスが出てて、はい、こっちから熱い熱が出るなんとラップも取りますはいお一人していきますはい
あとは毛毛って言ってちょっと脱毛で毛穴が刺激されてニキビのようなものができる方もいらっしゃって、ちょっと消毒させていただいてから、はい、肌には刺激がないもので安心してください。あ、でもめっちゃ効いてる。ないですよね。あ、なんか変な感じ。こっち多分全然違うもん。ちょっとマーキングを一緒に隠れてもらいたいので、はい、鏡を一緒に持ってもらってもいいですか。で赤ペンで今からちょっとお顔にマークをしていく、はい、ちょっとびっくりしたかもしれないんですけど、はい、じゃあ、お試しマークやったですね。すみません。はい、大丈夫です。で、顔はどうしましょう。もみあげが、はい、ここで自然な形で残される方は、はい、あ、そんなところまでしてくれるんですね。しますね。もう毛が結構嫌だって言われる方もいらっしゃるので、あ、じゃあもうそれで全部やっちゃいましょうか。お願いします。今日はここから下が顎下の範囲になるので、はい、ここから上の部分にさせてもらいますね、はいはい、大丈夫そうですか。大丈夫です。はい、ちょっとまあ足していきます。毛が生えてるところですね、はい、すごく眩しくなるので、はい、ゴーグルをさせていただきますね。うん、音だけのになるとめちゃくちゃ恐怖みたいな感じになっちゃうんですが、頭上げれますか。それちょっと面白いよいい画像ですよね、うん、はい、痛いところから行くかどうしましょうかその質問エグいですね。いやー、ちょっと一回じゃちょっと試して、はい、慣れさせていきたい、こんな感じみたいので行きましょうか、はい。すみません、ちょっと右側からいきますね。はい、はい、出す。あ、けど結構これ強いパワーですね。何すか、はい、なんかかけられてる感じですね。多分冷たいガスが、あ、でも、あ、これはちょっと本当のパワー連続できるんですか。多分痛いぞこれ、うん。もう終わります。痛いですね。終わるやついけますか。大丈夫です。いけます。違う。あはい、1、ここ終わってます。そのままのペースではここも行っちゃっていいですか。あ、はい、ずっと針でチクチクされてる感じする。そうですよね。ではまず、うん、確かにはい、こっち側終わってます。どうも。なんか痛いかもって思ってる、うん、そのせいでこわばるけど実際はそんなに、ただ毎回このチクチクチクっていうのに対して体がこうめっちゃ緊張してる感じ。その針みたいな感じ。うん、針。はい、すいません。ああ、痛かった。痛かった。この辺濃く、ちょっと上に上がるにつれて濃い毛が生えてくるので、次こっち行きます、はい、あとけどこっちで終わりなんで、はい、終わりというか、あの痛くないところは、はい、痛くないところは終わりますね。はい、本当の手だけはこうやってさすりながら、はい、もう1回ずつデータを1回ずつさすって、押さえたりした方がいい人は押さえたりとか、その人に合わせてやってます。ちょっとだけ失礼します。はい、じゃあちょっと深いところになるので、パワーを変えますね。はい、
パワーを変える。先ほどまでのパワーはどれくらい出すんですか？先ほどは結構薄かったんで、通常よりちょっと高めのパワーで当てさせてもらってるんで、なので結構痛みに強いのかなっていう印象でした。え、ほんますか？はい、このパワーだと結構皆さんわーってなります。わーってなりますね。痛みに強い患者さんだと、はい、もうちょっといけるかなって思います。もうちょっとやっちゃおうかなって。けどただ話したらちょっと痛いと思うので通常パワーでいきます。はい、じゃちょっとここいきますね、はい、痛いです。はい。痛い。痛いですよね。やっぱ麻酔しててもちょっと痛いところなんで。うん。鼻下は痛い。鼻下はマジ痛いです。かなり痛いです。濃ければ濃いほど痛いです。うんうん、薄くなっていけばもう全然痛みもマシになるんですけど、最初のこの1回目が一番痛いかもしれない。じゃあ、いきまーす。はい。はい。はい。トップの時、手挙げてください。うん。ですよね、大丈夫です。じゃあちょっと鼻下をキュッと伸ばしてもらって、はいはいはい、痛いですね。頑張りますか、うん、あと半分です。頑張りましょうね。いきますよ。ちょっとです。はい、お疲れ様でした。痛かったですね。これは麻酔してなかったらやばい。そうですよね。そうです。そうです。あとそこだけです。これ多分俺無理ちゃうかな。いや、行きます。行きます。行きます。ちょっと待ってますね。行きますね。下の方。うん、ここは大丈夫です。うん、真ん中に行けばここ痛いです。痛いですよ。ごめんなさい。ごめんなさい。ここ痛いです。痛いです。頑張りましょうね。歯医者みたいな。終わります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。外していいですか？お疲れ様です。涙が出てます。ちょっとね、ナチュラルに涙目になりますこれは。そうですよね。私もなんか手を流している気がね。あ、そうです。これは結構赤み出てて、頬とかはあんまり赤みないですね、うん、結構強いパワーで当てたんですけど、うん、うん、全然恥ずかしいほど赤くはない、うん、大丈夫、うん、それがステロイドのお薬です。あ、炎症止めですね。強めのお薬ですね。ちょっと強めのお薬を塗らせてもらって、今ヒリヒリしてませんか？大丈夫です。大丈夫です。もしヒリヒリしてたら最後にお冷やしさせてクーリングして、はい、もっと叫んだりする人とかいるんですか？あ、全然いますね。あ、そうなんですか。うわーみたいな感じで響き渡る響き渡る声がなんか握らせてほしいってよく言われてて、そうですね、なんかタオルとかこう握るもの、あとはどっかに力を入れときたい、布をかけてギューってやってもらったりとかはしてますね。そうですね。でも一応そのご自宅用のお薬を準備したので。 ありがとうございます。それが効かなかったら、あ、さっき塗った薬のちょっと優しめのお薬でロコイド、あ、これもステロイドなんですけど、これを、赤い時だけで大丈夫なんで、はい、多分今日一日ちょっと赤いかなと思うんですけど、はい、もう家に帰ったら引いてたらもう塗らなくてもいいんですけど、乾燥しやすくなるので保湿をしっかりしてもらった方がいいかなと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。うん、あ、取れなかった。まあだから人によるんでしょうね。人によりますね。多分俺は結構手が太い方やって言われてるんで、余計に痛いと思います。はい、お疲れ様でした。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 どうでしたか？いやー、思ってたより痛かったです。痛いっすよね。見てもらったと思うんですけど、あんな感じで、みたいな感じ。ただ、痛かったです。よかった。結果。
結果あの、はい、なんかあれでちゃんと抜かれてる感がすごくて、これでむしろ抜けてないんやったら意味わからんくらいのあなんかちゃんと行かれてんなっていう感じがすごいちゃんと行かれてるっていう感じがしましたで、まあ施設も綺麗やったし、めっちゃ綺麗でした、ね、で先生もみんな優しいし丁寧やしカウンセリングしてくれた先生も優しかったですね、はいっていうのでトータルで考えてものすごく良かったです。いや僕もいろんなサロンとかクリニック見てきましたけど、はい、いいですね。いいっすか。良かったっすよ、前行ったとこと比べるとよりなんかなんだろうサポートが手厚いというか、より患者さんのことを思って、うん、そのカウンセリングとかもしてくれるし、うん、毎日の時の対処のところがすごいしっかり考えられてるなという感じがありましたね、うん、なるほど、はい。まあ、あの男性の方で、はい、まあ、脱毛を検討されてる方はぜひ、ね、このメンズリゼメンズリゼ、はい、検討されてみてもなるんじゃないかと思います。おすすめです、はい、おすすめだと思います。はい、はい、というわけで見ていただきました。いろんなところを見られて僕はもうなんかだいぶ晒してました、ね、だいぶ晒しましたね。まあ、実際に正直あの動画の中で先生もおっしゃってましたけど、その、はい、やっぱ1回でそうそう効果が、まあ、分かるものではあんまりないと、まあね、どうでしたか。で僕も実際、はい、まあ、正直あんまりよく分かんなかったんですよ、うん、その やられた後というかそのした後に、はい、じゃあ毛がめっちゃ抜けたかとか、はい、松本さんは何かやったら割と僕はありましたけどね、10日ぐらいしたら、はい、お風呂上がりとかにタオルで拭いたら、はい、なんか抜けてたとかありましたね。ただなんかまあ気持ちちょっと薄なったような気はなんかしてたりもするんですけど、あ、はい、まあ、1回ちゃんと当ててますから多少はあると思いますよ、うん、でなんか実際に、まあ、動画の中でもちょっとその痛みを、ね、感じてる姿を見ていただいたと思うんですけど、やっぱりあんだけやられると抜けてるというかそのやられてる感じはすごいあってだいぶね、そうそうそう、だから多分数を重ねていくと多分ほんまになくなるんやろうなっていうのはなんか肌感的に、まあ、あると思いますよ。まあ、結局ね僕あの1回目しかまだ行ってないので、はい、今後行くかどうかちょっとまだ検討中なんですけど、はいはい、人によってはねヒゲある方がいいよとか言われることもあるんでちょっと悩んでるんですけど、ああそれはいいと思います、はい、1回当ててもあの5からよくて 20% ぐらいしか減らないって言われてますからね。うん、でなんか結局最後ね全部なくなるまでにはやっぱり10回ぐらい、そう15回ぐらいは見た方がいいでしょ。なのでまあでもすごい安心感があるそのまあその時間やったというか、すごい丁寧に説明もしていただいたし、実際施術の時もそうやってあのちょっとケアしてくれながら優しくケアしてくれながらやってもらえたので、本気で脱毛するならぜひ通いたいなと思いましたね。そうですね、終始いい雰囲気の時間でしたね。投資みたいなもんじゃないですか、ね、まあ、未来の自分の時間を今のうちに先に買っておくというかみたいな感じですかね。まあ、今もしね脱毛したいなとか、うん、クリニック通おうかなとか、まあ、悩んでられる方がいたら、まあ、参考にしていただけたら幸いです。記事でも、はい、あのね、あ、そうですね、実際にね佐賀屋が体験した記事があるんでそれも見ていただきつつあんな姿をこうネット上に残すってなかなか自分で勇気がある行為やなと思って僕も似たようなことやってます。あ、そうですね意外と節約チャンネル体張ってますから、ね、体張ってますということで最後まで見ていただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、またお願いします。お願いします。